こちら霧島市福山町の沖合の錦江湾です。見えているのは宮浦宮のイチョウ、夫婦イチョウと呼ばれています。海に出たお目当てといいますとこちらです。泡がぷくぷく浮いているのお分かりになりますか。この現象はたぎりと呼ばれています。泡の正体はといいますと、深さ100メートル付近の海底火山から噴き出す火山ガスなんですね。姶良市のアイラブサイエンスの中学校の皆さんに同行させていただきました。その後出会ったのは今度はイルカの群れです。時折ジャンプも見せてくれました。さらには小魚を取るために海面に次々に飛び込んでいくカツオドリの姿です。周りにはイルカもたくさん泳いでいましたので、たくさん小魚がいたのかもしれません。錦江湾の奥深さに触れた一日でした。